はい、こんにちは。フォーティーワークス。今回はですね、FR プロジェクトから、まあ、生まれた FRZ、 これのですね、まあ、元々の、FR プロジェクトの違反クラブとルール適合の FRZ、 これの、徹底検証していきたいと思います。志田テスターは、はい、フーヤンこと長谷川フーヤです。フーヤンこと長谷川フーヤです。よろしくお願いします。初めて言われました。乗ってきたね。乗ってきました。じゃあこれからフーヤン、はい、まあまあ今回はですね、ルール違反のウェッジと、はい、ルール適合のウェッジ、はい、これでスピン力がどれだけ違うのか、はい、これを試してください。わかりました、はいはい、じゃあ早速、はい、いきたいと思います。じゃあ最初はこの FR プロジェクトで作った違反の FR1、はい、FR1、はいはい、これからいきたいと思います。はい、はい、これ FR1 ってもう角溝像だけでした。角溝像、角溝だけでした。うん、わかりました。はい、はい、これどれぐらい打てば50ヤードぐらい、70ヤードぐらい、50ヤードぐらいですか。うん、53ヤード。ちょっと3ヤードオーバーしちゃいました。いや、バックスピン7727。結構かかってますよね、50ヤードだと。まあ、50ヤードだったら結構かかってるって。そうですよね。うん、うん、同じ。はい。53。7184。はい。まあ、ちょっと距離がないよね。ちょっともう一回取る。41ヤード。6800。まあいいんじゃないですか。大丈夫ですか。うん。じゃあ続きまして。はい。ルール適合スピンウェッジ FRZ。はい。お願いします。はい。あ、ちなみにこれ、全部 T ソールです。はい。はい、58の T ソール。うん、もう52ヤード。はい。6840。11ヤード。6200。はい、だんだんスピン下がってます。そうなんですよ。50ヤード、6138。これさ、はい、今50ヤードぐらいだと、58度でフルショットだと何ヤードぐらい？95ヤードぐらいです。90。はい。あ、じゃあフルショットいってみますか。はい。今度 FR1。はい。はい。FR1 でフルショット。フルショット。はい。95ヤードぴったり。はい。バックスピン8800。すごい、なんかフェースに噛みついてる感じがします。ああ、引っかかってる、引っかかってる感じがすごいします。83ヤード、はい、9600。92ヤード、8720。はい。じゃあ今度は、はい、FRZ の方で、はい。
止まった。すごいですね。93ヤード。バックスピン9489。まずまず。はい。95ヤード9433、はい、2人、はい、94ヤード9633、はい、これ FRZ の方がこう、はい、距離が安定してるのは何で、はい、自分の中で打ち方をなんかあれしてんの？いや、違反の方はちょっと飛んだり飛ばなかったりみたいなのがあったんだけど、はいはい、それは単純にただ単にうまく打てなかっただけ。まあ、うまく打てなかったのもあります。あとはでもやっぱり普通に打ってて FR1 の方が噛みつく時と、まあ、ちょっと噛みつきが弱いっていうのはすごい打ってては感じる部分ではあって、そういうなんかこうフィーリングの話になっちゃうんですけど、はい、それは FRZ は全部安定してました。あ、はい、まあ、距離がぴったり、ね、94とか95で3球ともぴったり、はい、この辺はもう安定とかはすごいしてる。そうですね、そうだね、最初の FR1 は下から50ヤードぐらい、50ヤード前後打ってもらって、はい、7700、7184、6811、はい、FRZ が6840、6200、6100で、やっぱ距離が短いのはやっぱちょっとあれだね、ルール違反の溝の方がやっぱスピンかかる。はい、そうですね。ただこのフルショット、フルショットのやつはルール違反のやつも8800、9600、8700、はい、それに対して FRZ は9400、9400、9600、はい、だからフルショットのやつはこっちのルール適合の FRZ の方が安定してしっかりスピンかかってる、はい、こういう結果です。はい、はい、どう、やっぱり打ってて違いって感じるの、はい、インパクトに。めちゃくちゃ感じます。感じるんですか？めちゃくちゃ感じます。食いついてる感とか、食いついてる、噛みついてるというか、もうなんか打感が全然違います。あ、マイルドさは全くないです、 FR1。 マイルドさがない、ないです。はい、逆に言うと FRZ の方がマイルドさが、マイルドのがありますね。はい、まあ、でもこれ見るからにも溝がもうだって、そうですね、 1.5 倍ぐらい太いからね、こっちのね。さすがにこれで違いがありませんって言ったら、はい、それはないだろうって話になっちゃうそうですね。短いショットはさっき言ったみたいに、はい、ね、やっぱりルール違反の方がちょっとスピンが多いけど、はい、フルショットに関しては、はい、正直安定性もスピンの量も、うんうん、全然普通の、あ、そうですね、適合の FRZ の方が結果がいい、はい、うん、よかったよ、はい、よかったです。打感も良かったです。安定してもぴったりそこにぴったりいってたから、はい、飛んだり飛ばなかったのってやっぱないから、そうですね、その辺がやっぱり使いやすさみたいなやつもやっぱりこっちのルール適合の方がいいのかもしれない、ね、そうですね、はい、ゴルフはやっぱ安定が、安定、はい、一番重要なんです。そうで、はい、やっぱり飛ばなかったりとか飛んだりとかスピンがかかったりかかんなかったりっていうのが、はい、やっぱり一番スコア作りにくくなっちゃう、うん、はい、まあまあ一発スピンがかかるのはね、ルール違反で、そうですね、面白いけど、はい、はい、まあそうだね、スピンがそのやっぱ安定するとかそういうことっていうのは、まあ水もそうだけど、はい、今回そのレーザーで表面処理してたりするんで、この辺が結構効いてるのかなっていうふうに感じる。はい、で実際自分も今ランナーとか使ってみて、はい、やっぱ前よりもこう球に乗っかるんで、うん、なんかその球に乗っかってってでこう安定して飛んでいくっていう、はい、なんかポッコンみたいなのが少なくなってる、前よりも、はい、その辺がやっぱり安定してるに繋がってると思うんですよ。ということで、新しい表面処理の技術、はい、この辺が効いてると思います。効いてました。スピン勝ってるんですよ。
かかってます、一緒に回ってる、回ってます、はい、めっちゃかかってます、はい、バーストバウンドでもうすぐ食いつく感じが、食いついてるどっか行くって感じなんですよね、はい、戻ってるって感じですね。だからなあ、まあ結果で言うとですね、すごくいいウェッジだということです、はい、自信を持ってお勧めします、はい、ぜひこのルール適合スピンウェッジをお試しください、はい、そんなことでいいですか、ね、はい、はい、ありがとうございます。今回はこれにておさらばということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。